どうも、ひなたです。さあ、早速今日もやっていこうと思います。突然ですけども、皆さん、ういろうりってご存知ですか？ういろうり。まあ、知ってますよね。なんか、演技の勉強の基礎っていうと、ういろうりっていうイメージあるじゃないですか。実際、声優の養成所や声優の専門学校で、生徒さんに出す課題として、ういろうりを使っている先生もいたりします。今日は、そのういろうりの解説というか、カンニングペーパー的な動画を作ってやろうと思って、今こうやって喋ってます。はい。皆さんが養成所や専門学校でういろうりを先生の前で喋るときに、その先生があなたたちの何を見ているのかって結構気になると思うんですよ。なので、実際に先生は何を見ているのかっていうのを全部ここでバラしちゃおうかなと思います。でもこれは声優の専門学校や声優の養成所の先生に対する嫌がらせっていうわけではなく、皆さんの自主練の質を上げたいなと思ったんですね。結局家で質の高い練習をしないと意味がないじゃないですか。無駄な練習しても意味ないですよね。だから、ネタバラシをすることによって、先生はここと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 ここを見てるっていうのが分かれば、逆算してじゃあ何を意識してトレーニングすればいいのかなってはっきりしますよね。たったそれだけで自主練の質って上がるんですよ。そうすると成長率も上がる。成長率が上がれば合格する可能性がどんどん増えてくると思ったので、これを作るに至りました。では早速やっていこうと思います。養成所や専門学校の先生がういろうりを通して見ているポイントのまず一つ目は滑舌です。皆さん、そもそもなんですけども、ういろうりの作品の内容って分かってます？あれはですね、ういろという、万能薬があって、その万能薬は飲むといろんな効果があるんだけれども、その一つの中に口がめっちゃ回りますよっていう変わった効果がある。で、実演販売士さんが実際に飲んでみたら、こんなに言いにくい言葉もスラ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 言えますよっていうのをお客さんに見せているみたいなものなんですね。だから原稿の後半半分ぐらいかな、半分ぐらいはもう本当ただただ言いにくい文章をバーって喋ってるだけっていうシーンですね。で、そこを利用して皆さんの滑舌がどれくらいなのかっていうのをチェックしています。なので、一音一音明瞭に喋ることを意識して練習しましょう。二つ目、皆さんに人を説得する、人の心を動かす力を身につけさせたいと思ってあれをやらせています。皆さん、実演販売って見たことあります？ちょっとね、大型の商業施設とかでもやってたりしますよね。電気店とかでもやってたりしますよね。あそこで例えば携帯の実演販売をしてたりとか、インターネットの販売をしてたりとか、あとは東急ハンズ的なところでね、なんかこう包丁のね切れ具合を見せたりとかって、ああいうのって一度や二度見かけたことあると思うんですけれども、皆さんそれを買う目的じゃなく、その近く、実演販売してる人の近くを通りかかって足を止めて買うに至ったことってあります？なかなかないですよね。僕、実演販売って実際にやったことあるんですけども、あれめちゃめちゃ難しいですよ。まず通りがかる人見てもくれません。チラッと目をやるも、めんどくせえな、うるせえなみたいな目ですぐ目そらされちゃうんですよ。こっちを見て足を止めて僕の話を聞いて商品を買うに至るまでってめちゃめちゃ長い道のりなんですよ。まあ大変。でも足を止めてこっちを見て話を聞いて僕のおすすめの商品を買うっていうことは、僕の言葉に心を動かされたってことですよね。これをういろうりという原稿を使って皆さんに身につけさせたいんです。だって皆さんはプロの声優になって、表現の世界で見ている人がドキドキワクワクするような世界観を作り上げなきゃいけないからです。それをういろうりをね通じてやらせようとしてるんですね。なので、皆さんはういろうりを喋るときに、これを売るんだ、ういろうを売るんだっていう意識を持って練習しましょう。目の前に人がいるとしたら、どうしたら買ってくれるかな、どうしたらこっちに振り向いてくれるかなっていうのを意識しながら、原稿を喋りましょう。3つ目、先生がですね、ういろうりをやるときに時々ね、条件をつけたりします。動きながらやってという先生もいらっしゃったりします。声優なのになんで動きながらやるんだみたいなね、思う方いると思うんですけれども、動きながらやってという条件がついている場合は、この可能性が高いです。全身を使って演じるという体感を掴んでもらいたいからです。心と体ってね、密接につながってるんですよ。道行く人の足を止めて話を聞かせるって相当大変なことなんですよ。ましてや商品を買ってもらうなんて。っていうことは、商品売る側の熱量ってめちゃめちゃ高いんですよ。で、今僕この動画の重要さを皆さんに伝えるために熱量を持って喋ってるんです。だからこういうふうに勝手に手が動いちゃうんですよ。
っていうくらい心と体って密接につながってるんですね。当然ウイロウリさんも必死に物を売ってるわけです。そんな必死に物を売っている人が直立不動なわけないですよね。おかしいじゃないですか。そして皆さんが好きなアニメのキャラクター見てください。直立不動で喋り続けてる人ってなかなかいないと思いますよ。キャラの気持ちはキャラの表情だけでなく立ち方、歩き方、身振り手振り、体勢からも読み取ることができるんです。でもそれをできるようにするにはまず自分自身が体と心がつながった状態で熱量を持って何かを発信するっていう体感がないとできないんですね。だから動きながらやってと指導する先生もいらっしゃったりします。なのでウイロウリを喋るときはこの商品がめちゃめちゃいいものだ、絶対に買ってほしいんだ、だってそれは聞いた人たちの役に立つものだからっていう熱量を持った上で、確信を持った上でウイロウリの原稿を喋りましょう。4つ目、特に何かしらの制限なく自由に演じていいよ、設定とか自由に作っていいよって先生もいらっしゃいます。そういった場合はこういったことも考えられます。まだ特に演技のルールとか常識を知らないからこそできる自由な表現っていうのがあるんですね。で、そういうものは個性に直結するんですけれども、その人その人の個性を伸ばしたいとか演じることの楽しさを知ってもらいたいというような狙いもあったりします。なので特に自由にやっていいよっていう場合はもう楽しんで演じましょう。変に固く考えてこうしなきゃいけない、こうすべきっていうのはもう全部取っ払って、もう先生がいい、自由にやっていいって言ったんだから自由にやりきってみましょう。で、やりすぎだよって言われてみましょう。そうやって自分の限界値を上げる、個性を広げるということをトライしてみてください。5つ目、まあ、最近はね、ここまでやらせる先生はねあんまりいらっしゃらなくなったんですけれども、単語や時代背景まできっちり調べてくださいっていう場合の先生は、プロは演技をする前の準備が大切ですよっていうことを実感させるためにやらせるという方もいらっしゃったりします。だって皆さん知らない言葉は喋れないですよね。皆さんの好きなアニメのことだったらいくらでも喋れるけど、知らない作品の話ってできないじゃないですか。それと同じでウイロウリのあの文字を喋っている売り子さん、実演販売士さんはウイロウのことを知り尽くしてるからあのセリフを喋れるんです。なので準備の大切さを知ってねという意味合いであの課題を出す先生もいらっしゃいます。はい、養成所の先生はねこういった点を見てたりします。なので皆さんはこのポイントを意識しながらウイロウリの練習に臨んでみてください。頑張って。はい、最後に告知があります。僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレーターミュージックスクールというのがあるんですけれども、ここはですね、本気のプロを育てるスクールになっています。僕自身も実際現場に立って指導に当たっています。で、現在体験レッスンというのもやっております。僕の動画を見て僕に興味を持ってもらって、僕のレッスン内容に興味を持ってもらっている、でもちょっと勇気が持てずに一歩踏み出せなかった子、よかったら体験レッスンの方を受けてみてください。詳しくは動画詳細欄または概要欄を見てください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。